日露関係、日露関係、に、地露関係、では、日本とロシアの二国間関係について総合的に、述べる。かつて、これらの地域にあった国家や王朝を含める。両国は、ロシア人の極東進出と日本人の北方開拓の、結果、隣国として、友好と敵対によって複雑に彩られつつ、密接な関係を結びながら歩んできた。 2013年現在のロシアの対日貿易額は332億ドル。うち、ロシアからの輸出は196億ドル。輸入は136億ドルで、ロシアは日本の貿易相手国の中で14位を占めている。日本の対外貿易額に占めるロシアの割合は2.2%、輸出は1.5%、輸入は2.8%である。2013年現在、 日本はロシアの貿易相手国の中で8位を占め、輸入では4位、輸出では9位である。日本がロシアの対外貿易額に占める割合は3.7%である。日本のロシアからの輸入品目の中で大きな割合を占めるのは原油、天然ガスをはじめとするエネルギー資源であり、輸入額全体の7割以上を占める。 日露両国の経済協力の発展においては、1994年に設置された貿易経済に関する日露政府間委員会が重要な役割を担っている。この委員会の枠組みで貿易投資分科会と地域間交流分科会の2つの務務機関が活動している。この政府間委員会の会議では日露間経済関係の発展の当面の課題と 見通しについて包括的に協議される。二国間の経済協力は伝統的にエネルギー、石油ガス部門、自動車製造の分野において発展してきた。現在進行している石油ガス部門のプロジェクトサハリン1及びサハリン2に続き、3番目のサハリン液化天然ガスプラントの建設、年間生産量550万トン及び ウラジオストクの新しい液化天然ガスプラント建設、公開株式会社、ガスプロム及び極東ロシアガス事業調査株式会社、年間生産量1000万トン、2018年に稼働開始予定が計画されている。ごく早い時期、明治末年頃から大正時代にかけての日本で柔道を学んだ最も著名なロシア人柔道家は、ワシリオシェプコフである。 オシップコフは1911年に行動官に入門して修行に励み、ロシア人として初めて初段を取得した後、1914年にロシアに帰国、極東ロシアのウラジオストクにロシア初の柔道場を建てた。ロシア革命のあった1917年に再度、訪日して2段を取得しているが、これがオシエプコフにとって生前最高の段位となる。 また、ソ連邦の成立後は、極東だけに止まらず、1928年には、シベリアのノボシビルスクに、1930年には、モスクワでも、柔道の普及活動を始めた。しかし1937年、オシェプコフはスパイ容疑をかけられて、人民の敵と認定され、大粛清で亡くなった犠牲者のうちの一人となった。 ソ連邦が成立してまだ日の浅い1930年代、武器を使わない総合格闘術としてサンボが誕生したが、この新しい格闘技はオシェプコフの弟子であったが、ソ連邦を統合する国民的なレスリングとし、編み出したものである。オシェプコフ自身がサンボの創設に関与しているとの説もあるが、その真偽がいずれであるにせよ、サンボが柔道の影響を受けている事実には、 変わりない。サンボは一躍、ソ連邦で有名なスポーツとなったが、1964年東京オリンピックで柔道が初めて正式種目になるまでサンボの源流となる柔道について大きな関心が持たれることはなかった。1972年ソビエト社会主義共和国連邦柔道連盟が創設された。これは現在のロシア柔道連盟。 の前身となる組織であった。柔道連盟創設後の選手強化は順調で、1976年、モントリオールオリンピックの柔道競技では、柔道の発祥国である日本に次いで2位。1980年、モスクワオリンピックの柔道競技では、堂々の1位を飾った。ただし、日本をはじめとする西側諸国の多くは、ソ連邦によるアフガニスタン侵攻への抗議として、 モスクワ大会をボイコットしているが、バルト三国がソ連邦から離脱した後も EUN 選手団として1992年バルセロナオリンピックの柔道競技において3位を勝ち取っている。その後は経済危機などによりロシア柔道の低迷が続くが2012年ドンドンオリンピックの柔道競技ではモスクワ大会以来ロシア連邦としては初の1位を飾って 柔道大国ロシアの存在を世界に見せつけた。また、1999年の末に大統領代行となって、翌2000年から正式に大統領に就任した、プーチン大統領が、KGB 仕込みの三歩格闘家であると同時に、柔道家でもあるという関係から、ロシアと柔道の関係が、日本でも深く、クローズアップされることになった。2012年9月、 ロシア柔道の父と呼べるオシェプコフを記念したオシェプコフ生誕120周年記念式典がウラジオストク開催されて日本からも山下康弘八段を筆頭とする柔道家が出席した。ロシアのクラシック音楽はバレエ音楽、白鳥の湖や眠れる森の美女、くるみ割り人形などで有名なチャイコフスキーとロシア人で最も名高い公共曲作曲家の ショスタコービッチ総壁であろう。日本でもチャイコフスキーとショスタコービッチを一度も演奏したことのない公共楽団を探す方が難しいくらいである。また、チャイコフスキーの名が冠されたロシアのモスクワ音楽院は1999年にクラシック作用大学と芸術文化交流協定を締結している。単純なクラシック音楽というくくりでは、 ドイツとオーストリアの後人を排しているロシアだが、クラシックバレエのカテゴリーでは、首都モスクワに、ボリショイ劇場、福都サンクトペテルブルクにミハイロフスキー劇場、旧正のレニングラード国立歌劇場でも有名を要するバレエ大国である。サンクトペテルブルクにあるマリーンスキー劇場が抱えるマリーンスーバレエ団には、日本人としては、 初の正式団員となるバレリーナ石井久美子が2013年7月より所属している。加えて、イタリアやドイツには及ばないにせよ、ロシアはオペラでも名高い。ロシアオペラは名作が多いのだが、もし一作だけと言われたら、プーシキンの陰文小説をチャイコフスキーがオペラ化けた、エフゲニーオネーギンをあげなければならないだろう。平成ロシアの貴族の日常生活、舞踏会、 決闘などを含む恋物語が一流の韻文や叙情的な旋律と相まって織りなされている。ロシアのオペラが来日公演する際にしばしば上演される演目でもある日本語字幕付きで。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。